今回のダービーは熊本地震支援競輪です。決勝戦全力で盛り上げます。頑張ります。頑張ります。共同記者会見ありますので、はい、申し訳ないです。中田さん、こっち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 。中田さん、ありがとう。やりましたね。いやー、新田の前のおかげだったわ。いやいやいや、恵まれた展開。力ですよ。ありがとう。いや、すごい本当にこう気持ちよくて、いやもう絶対もう僕、うん、まあ中途半端っていうか、はい、そういうのだけは絶対ダメだと思って、はい、まあ粘るのも考えたんですけど。やっぱその突き上げ場の因粘りぐらいなら、うん、もう自分の力信じてもう一番得意な戦法でと思って、あれフォームもう躊躇なかった感じなんですか。もういやもう躊躇ないですね、うん、もうそこしかなかったんで。四角からゴールどうでした。ちょっといや新田がちょっと後ろ見てる隙に出れれば、はい、チャンスあると思って、うん、どうして左行きますんでね。出ましたけど足元注意してください。最後ゴール戦までどうした。いやもう新田と敏弘だったんで、はい、いやもうかわされるのかなと思って、うん、もう力入りましたね今。ありがとうございます。しびれましたね。熊本この状況だったんで。ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。自信があっての状況だったんで、もう奇跡的な優勝としか、もうその追い風だけですね俺多分、うん、本当に力に変えてって。ああこんなことあるんだなと思って、うん、ありがとうございます。よかったな。あとでまた。こんな素晴らしい優勝やっぱりもう経験会の、いやもう本当、うん、なんか自分でもこうちょっと信じられないというか、はい、本当痺れましたねあのゴール戦。熊本とか九州の人たちがどれだけ喜んでるかと思いますよ。あー本当にもう感謝しかないですもん熊本のファンの人には。表彰者は皆さんにメッセージ伝えてください。ありがとうございます。この喜びは誰に伝えたいですか。いやもう本当に今回のダービーも熊本地震の被災地支援ということにしていただいて本当に感謝してます。やっぱり熊本のファンの皆さんに一番最初に伝えたいと思います。おめでとう。
続きください。